今日は日本史オンライン講座の動画で使っているパワーポイントを本にしましたというお知らせです。どの動画で使っているパワーポイントを本にしたかというと、日本史オンライン講座の社会人のための日本史2023です。人の呼び方、山大国から始まって、児童天皇、皇権天皇まで、 奈良時代ままでを収録しています最後に皇位継承を安定化させた女性たちと銘打って男の皇位継承構想天智天皇と桓武天皇の皇位継承構想と女性の皇位継承構想持統天皇や團林皇后がどのように自分の子孫に後位を伝えていこうとしたか男と女で発想が違うねというふうな まとめの動画が最後に入っています。ここまでの動画で使ったパワーポイントを一冊の本にしました。A4 版で90ページあります。こういうふうに1ページにパワーポイントが2枚、見開きで4枚収録しています。Amazon って A4 でも英語でも1ページいくらという印刷費がかかるんです。だからコストダウンのために。 A4 という大きいサイズを採用しています。A4 で90ページということは、英語ですと180ページ分のボリュームがある。で、フルカラー。値段は1500円です。まあ、妥当なところではないかと思います。内容は皆さんで判断してください。では、どのようにして購入するかということを紹介します。 Amazon で、Kindle ストアを選んで、社会人のための高校日本史と入れて検索してください。そうすると、こういう本が出てきます。クリックしますと、こうなります。Kindle 版、電子書籍は500円。Kindle Unlimited に入っておられる方は、無料で読むことができます。ペーパーバックこちらは印刷した本です。 ペーパーバッグは税込み1500円になっています。ちなみに、これで私の印税は約20%です。YouTube の日本紙オンライン講座は1ヶ月に約3万円の広告収入があるんですが、これでは赤字なんです。そこでですね、こういう本を作って赤字を補填してできたら黒字化したいと。で、黒字化したらですね、 いろんな先生をお呼びすることもできるということで、皆さんよかったらこの本を買ってください。では、中身を見ていきますね。試し読みを押します。表紙からはじめの方だけ見ることができます。この辺は導入部分で、ここからが動画で使ったパワーポイントを収録して、1枚のパワーポイントの下に 2行から3行の解説をつけています。電子書籍の場合は、これをクリックすればいいんですが、ペーパーパックの場合は、クリックというわけにいかないので、QR コードをつけておきました。日本史オンライン講座の動画にリンクしています。パワーポイント解説、パワーポイント解説というふうになっています。 動画を見てくださっている方はお分かりだと思いますが、私の作っている経図は、例えば北条時宗が生まれた年、亡くなった年、執権になった年、執権をやめた年と,というふうに、その人がいつ生まれ、いつ亡くなったか、どの時期に活躍したか、将軍の場合も将軍の在任、天皇の場合も 生没年の他に天皇の在年が書いてあります。年代が入っていますので、誰と誰が同じ時期に生きていたか、誰と誰が同じ時期に活躍したか、ということが分かるようになっています。それから、できるだけ女性も書くようにしています。日本史オンライン講座、会員制にしようかなと思ったんですが、会員制で次に何百円か支払っていただくよりは、 毎月、電子書籍で500円、ペーパーバッグで1500円、私が作った本を買ってもらった方が、私に入ってくる収集は一緒で,で、皆さんの方には電子書籍とかペーパーバッグが届きますから、こちらの方がいいのではないかと思って、当面、メンバー制ではなくて、こういう電子書籍を買ってくださいとお願いすることで、 赤字脱却を図りたいいいと思っていまます。す。よろししくお願いします概要欄とコメント欄に社会人のための高校日本史・系図で学ぶ日本史へのリンクを貼っておきますのでそこから購入してください。